どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではポケットモンスターバイオレット続きプレイしていきましょう。さて今回はなんですけれども、ビケタウンまで来たんですが、あのね、この周辺にいるポケモンがなかなか強いんですよ。前回ポケモン見せましょう。キバゴ捕まえたと思うんですけど、見てくださいよ、あまりレベル変わんないんですよ、キバゴとパモットたちが。多分回るルートが間違っているのか、もしくはペースが速すぎるのかっていう感じなので、一旦ここね、説明見ると中堅どころの強さを誇るって書いてるんですよ。これ見てください、毒組のアジトに挑もうって書いてあるんだけど、スターダン毒組ボスチーム C 襲名、スターダンボスの中では中堅どころの強さを誇る、自身を忍者の末裔だと思い込みコスプレをしている、小難しい言葉と毒の術で相手を翻弄することを好むということで、あの危機をみたいな戦法と多分取ってくるんだろうなと思うんですけど、あのね、まあ編集していて分かったことがあって、ネモはね東回りに行くといいよみたいなことを言ってたんですよ、ポケモンジムチャンピオンロードを挑むんだったら。で見るとね、ここにね書いてあんの、ここ説明が、セルクルジムに挑戦しよう、セルクルジム楓、別名お菓子の虫、虫タイプの使い手、初めてのジムにおすすめって書いてあるの。ここ俺飛ばしてんだわ完全に。虫ポケモンをモチーフにした洋菓子を作るパティシエ、普段は穏やかだが蝶縁は少し好戦的になるって書いてあんの、わかる？いやここはね難しいらしいんだけど、ジムリーダーの中でも上位の強さとかさ書いてあるんですよ。であとここ、これほら、スターダン悪組ボス、スターセギンピーニャ、悪タイプのポケモンを最近育て始めたので戦いやすい、昔は生徒会長をするほど真面目で規律正しかったが、とある出来事をきっかけにチャラ車うようになったってあるので、多分ここセルクルジム行って、そこから悪組のアジトのチームセギンピーニャのところに向かうのが多分良かったんだろうなと。でほらここ、激流の料理に水タイプの使い手、勝負に慣れてきた人向けっていうので、中華料理レストランなんたらかんたらって書いてあるでしょ。こういうことなんですよ。 これもそうだね、近づかなければ無害なポケモンね。ほら西一番エリアで山から岩が落ちてくる云々かなって言ったから、このルートが本来行くべきだったんじゃないかなって。なので戻ります。はい、テーブルシティの東まで今来たのかな。で地図がさ、これ目的地設定しとこっか、多分これでいいんじゃないかな。そうだね、こっち側だね。ということで今回はその初めてのジム、いや多分ね一瞬で終わっちゃうとは思うんだけど、まあそっちをやっていこうと思っておりますよと。ジャンプ力高くなったね前回で。これ学校に行くやつか、あれ、ん、ちょっと待って、東口から一旦出ないといけないよね。東口から出る場所はどこだいここだね、ここに向かわないといけないんだね、まずね、はい、こっち側ね、こっち側か、はい、こんな高いところからポケモン降りてきたら怖いでしょうね。とりあえず OK、 よしよしよし、これだこれだ、うん、行きましょう。はい、出てきました。初めて見るポケモンとかも出てくるんじゃないかな、この辺りになってくると。いやそんなことはなさそう。あでもメリープとかいる、おーややこまたちとかもいるのね。おい高速移動、はい、ここにもなんかアイテム落ちるよ、拾わせてほしいなと。よしメリープたちか、これはポケモントレーナーだね。テラスタルオーブ持ってる？持ってるよね。すごい、見せて見せてってことで、君は持ってないんだな。はい、短パン小僧かい。まあ、レベル10いくつとかそんぐらいじゃないかな。コフキムシ。
10も行ってない可能性。8、申し訳ないな。ごめんね、見とれちゃった。そうかい、そうかい、まあいいや。こんな感じになっちゃうよね、そらね、回る順番間違え、コライドンじゃねえ、ミライドンでも登りきれない。よいしょ、オッケーオッケー。あー、アイテムいっぱい落ちてんな。はいはいはい、いっぱいある、技マシンもある。本来こういう技マシンを手に入れて向かうべき場所だったんだよな、あの右、あの西回りがいっぱいあるな。そしてあのトラックはなんだ。おっと、これくれ、はい。あ、ん、なんだ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 、あ、オリーなんたらミニーブだ、ミニーブ。ごめんね、でももう君持ってる。さよなら。格闘タイプで効果抜群ってどういうことなんだよ。今効果抜群になってるね。なぜだ、わからんか。トラックここにあるけど何かがあるわけじゃない。ディグダもいる、ミニーブもいっぱいいる。はい、そんなもん。地図を確認。あ、俺今こっち側からぐるーっと来たんだ。あ、ポッポケモンセンター寄ってない。寄らないと空を飛ぶができるようにならないから、一応回っていこっか。はいはいはい、おっと危ない、アイテム発見だ、オッケー、よし。そしてこれくれ、アイリム、オッケー。こんなもん。とりあえずあれもやっておこっか、テラスタルのこれも。はい、テラスバトルだっけ、誰、知らんポケモンだ。そもそもなんだこの犬は。ペッパーが持っていたポケモンの進化前かな。お、オラチフ、なんか柄悪そうだな。あ、でも格闘タイプか、相手。お、そこそこ通りが悪そうだぞ。はい、3回当たった。バークアウト、バークタイプですね。速攻は別に下がってもいいんだけど、終わるか。よし、あれ終わってない。あ、終わった終わった。まあ捕まえましょう。プレミアボールでいいでしょう。新しいポケモン捕まえられたのはとっても良かったですね。若造ポケモンなの。発達した顎と牙は岩を噛み砕く力強さ、熱い脂肪は防御力抜群、攻撃力も防御力も兼ね備えてるよってことですね。純粋なアークタイプか、こいつも進化しそうだな。うん、隣に枠があるってことはまあ進化してもおかしくないですね。次、はいはいはい、まあもう
セルクルジムに向かっていいんじゃないかな、これは。ね、セルクルタウン来ました。 OK です。たどり着いたね。そういえば俺まだキャンプ一回もしてねえな。じゃあ早速ポケモンジム行こっか。こっちなんか俺突然方向転換したけどさ、ネモ来てたりするかな。本来ここが最初のジムだったはずなんだよな。はい、行きましょう。あ、いない。いや、やばいな、監視されてる。ジム回ってる。今どこジム？あ、意外と近め。ちょっと顔見に行こっかな。なんでやねん、おかしいやろお前。俺回る順番間違えたんやぞ。なんでおんねん、監視されとる。 GPS でもつけてます俺のスマホ。ロトムにクー、もう2つ目なんだ、バッチいい感じ。3つ目のジムはここを選んだんだね。クーなら大丈夫とは思うけど、ジム前の練習として私一回勝負しとこっか。勝負したがるね。わ、嬉しい、やる気みなぎってる。それじゃあ決まりね。ああ、早速バトルコートへ向かいましょう。大丈夫かな。ジム前は街のバトルコートにあらかじめ来ておいて、コートの立地とか材質とかあらかじめ知っておくといいよ。おお、なるほど、戦況を左右するかもしれないから。なるほど、クの顔を見たらわかる、ますます強くなってるね。私もちょっと強気なメンバーで行こうかな。それじゃあよろしく。コルクとかでできてそうな、なんかバトルコートだな。実りある勝負にしよう。実りあるかな。絶対ジムリーダーよりネモの方が強いだろう。レベル30くらい出してくんじゃねえか。イワンコ、久しぶり、サウンドムーン以来だなお前。ジムの予行練習張り切っていっちゃおう。はい、本当だったらなんじゃも前だったんじゃない。21、弱。イワンコは岩タイプのはずだから突っ張りでいけるでしょう。よしよしよし、いいよ。なんじゃもの前って考えるとこれぐらいのレベルか。そうか、技のチョイスいいね、どんどん実っていく。褒められてるけどちょっと怖えな。いや、わかんねえけど、まあいいや。はい、パモ、俺の進化前やないかい。穴を掘るしとくか。向こうも穴を掘るしてきたりしてな。ほっぺスリスリ、おお、怖。でも電気タイプだから麻痺にはならないんじゃないかな。おし、オッケー。いよいよウェルカも、あ、進化したんだね。まあそのままでいこう。水取りだろうし、勝ったつもりはまだ早い。この子で逆転させてもらうよ。はい、おお、バレエ踊りそう。電気ショックかな。クーもオーブ持ってるから今回はペアにテラスタル。あ、そっか、テラスタルそういえばあるんだった。もともと水が流れていそうな髪型のあたりにさらに水しぶきが。新しい技いってみよう。ウェルカム水の波動、はい、特攻技ですね。威力40か60だっけ。そんなに強くはないだろう。でも水の波動って混乱するんだっけ。あー、くっそ、マジで混乱した。混乱がきついよ。まさか自分に行く？あー、よかった。落ちてまい。片膝をついたな。OK。どんどん実っていく。
今ジムバッチ2個だよね。2個の強さじゃないよ。いや実りあったいい勝負だったね。まあなんじゃも倒してますからね。勝負のお礼にこれ受け取って。なんでもない資産家ありがとうございます。まあこれから虫タイプのジムリーダーと戦うんだったら毒とかになる可能性はあるもんな。毒麻痺眠りね。本当は今すぐもう一回やりたいけど私チャンピオンだから相手を思いやって我慢するよどんどん実っていくって言ってるから実り切ったら刈り取られるんじゃないかな。またバッチ集めてきてジムで会ったら勝負しよう。はい、何でしょう。クーがもっともっともっと強くなってさ、いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいな。付き合ってくれてありがとう。ジムテスト頑張ってね。怖かったようこそセルクルジムへ。挑戦者の名前を登録します。クーさんですね。 Yes。とジムリーダーカエルと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。そうだね。セルクルジムのテストはオリーブ転がしです。オリーブ転がし、はい。オリーブの産地セルクルでは昔から豊作を願ってオリーブ収穫祭を行っています。あ、お祭り。オリーブを模した玉を転がし、あ、なるほど、ゴールまで運べよ。ジムテストクリア。玉転がしね。翌年は多くのオリーブが取れますよ。詳しいルールは会場にいるスタッフまでお尋ねくださいね。オリーブ転がし会場は町の北の方にありますよ。場所をマップに登録しますね。それでは行ってらっしゃい。祭りに参加してオリーブを模した大玉転がしをしなさいと。町の北の方をね、待って、あ、ここか。 OKOKOK。 目的地に最初から登録しといてくれるとありがたいんだけどな。まあいっか。なんでポケモン投げた。まあいいや、連れ歩こう。なに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 、なんかこいつ話しかけられるタイプだ。フラベベっていうポケモン、花の色がそれぞれ違うんだって。どんな色でもいいから僕の雪ハミと交換しない。雪ハミ、おー、残念、気が向いたらよろしく。フラベ、あ、ポケモン交換もあるんだ。ヘラクロス、お前も採用されてたのか。まあいいや、まあいいや。とりあえず行こう。なんだあれ、でけえ。なになになにあれ。あの中に弾が、はい、入れてあんの。来てるか。あ、来てる来てる来てる。目的地に到着しました。はい。オリーブ転がし会場へようこそ。ジムテスト。オリーブ転がしは巨大なオリーブ玉に体ごとぶつかって転がしていく体力勝負。ほう。いくつもの障害物を越えてゴールのカゴにオリーブ玉を入れることができたらクリアです。それではジムテスト、オリーブ転がしに挑戦されますか。行こうか。かしこまりました。豊作を願ってしっかり転がしてくださいね。また柵がなんかクモの巣を模してたの、なんかいいっすね。虫タイプって感じがしますね。ラグビーボールの形状だ。制限時間ある感じ。ほらほら、この跳ね方はなかなか。どっからどう行けばいいんだ。人がいるところは行かない方がいいのかな。人がいるところは邪魔されるとか。おお、ミニーブがいる。ミニーブにはできればぶつけたくないけど、まあそんなこと言ってられないか。で、こっち側から行かないといけないの？きっと。これ越えられるか？あ、普通に越えられるわ。まあ、方向キーだけじゃなくて、カメラキーもちゃんと動かしつつ、ちゃんと、このオリーブを真ん中に見据えて転がしていけば、まあ、いいんじゃないかな。あれ？まだ終わってない。斬新が足りい、斬新が。これで終わり？早くない？上にいたミニーブたち可愛かったな。クーさんのおかげで来年も豊作間違いなしです。ジムテストは合格です。おめでとうございます。ジムテストの結果を受付までご報告ください。
ジムリーダーとの勝負もファイザです。はーい、じゃあ行くか。はい、帰ってきました。クーさん、オリーブ転がし大成功だったみたいですね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。クーさんやとジムリーダーと勝負する資格が与えられます。お頭虫ジムリーダー楓に挑みますか。行こう行こう。それではバトルコードにご案内いたします。ビビオンがいる。あ、パティシエって感じの格好してるわ。ビビオンちゃん担当召し上がれ。虫ポケモンにお菓子あげてんのか。クモロスのエプロンや。あらあら、素敵なトレーナーさん。なんか俺なんかファイアーエンブレムでこいつに似たような雰囲気のキャラクターいたような気がすんな。オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとね。コロコロしてくれて。あら、自己紹介がまだだったかしら。パティスリームクロジ店長の楓です。マジか。あらあら、今のはセルクルジムのシフトだったわ。店長、いけないいけない、ジムリーダーの楓ですね。普段はお菓子を作ってるパティシエさんなんですよ。口に入れて幸せなお菓子も草木に潜む虫ポケモンも小さいけど大きな力を持ってます。足を救われないよう踏ん張ってくださいね。足元を救われないようにか。タマンチュラとか使ってきそうやな。よし、行こう。豆バッター、はい。虫ポケモン甘く見てたら痛い目見ちゃうかもですよ。3体14、まあ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 。よし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 、大丈夫でしょう。はい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 、タマンチュラ、ポケモン入れ替えよっか。シオズムの方がいいでしょう。まあでも豆バッタとかだとギド切りとかしてくる可能性あるのかな。まあ大丈夫だろう。岩タイプって効果抜群なんだ。ゲイ。しかもこっちの方が先行なんだね。まあ、レベル差がありすぎるか、さすがに。ヒメグマ。ヒメグマなのに虫タイプになるのこいつ。なかなかやりますね。ここからどう転がしましょうか。手玉に取るってこと。レベル15。まあ虫タイプになるだろうから塩漬けしとこう。サナギを破り強く大きく育ちましょう。虫タイプのヒメグマ。ごめんね、一発で終わって。回る順番間違えたがばっかりに。雨降り始めちゃった。はい、塩が溶けちゃう。私のポケモンたちみんな虫の息です。笑顔で言うことじゃない。あなたの強さ勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。お菓子みたいに、パンみたいに。私ももっと進化しないとですね。どうせ本気じゃないんだろう。改めまして合格です。ジムリーダーに勝った証としてジムバッジを差し上げます。カレー特製手作りケーキも一緒にたんと召し上がれ。この雨の降る中ケーキ。雨降ってますが、濡れてますが、大丈夫ですか、それ。いいけどさ。お、ここはお菓子屋さんなんだ。あ、クモの巣だらけ、いいね。ジムバッジ3つお持ちなら、レベル35までのポケモンは捕まえやすくな、いうことも聞きます。
すごい食べっぷりだったので、デザートに技マシンもどうかしら。飛びつく。知らん技だな、飛びつく。相手に飛びついて攻撃する、相手に素早さを下げる。虫タイプの技なんだ。冒険の途中で手に入れた技マシンは、技マシンマシンで作れるようになりますからね。これからあなたが進む道が甘く優しくありますように。別に甘くなくていいんだけどね。それではまたお会いしましょう。おもかげさんだっけ、確か。先ほどジムリーダーに勝利されていましたね。確か名前はクーさん。あなたもチャンピオンを目指していらっしゃるのですか。はい、いいお返事を聞けました。類まれな若き才能、さらなる高みを目指してくださいね。チャンピオンでしょこの人。失礼を申し遅れました。私はおもだかね、ポケモンジムを運営しているポケモンリーグの委員長です。あ、あなたがジムバッジを集めるならその先でお会いできるでしょう。それではごきげんよう。男性なのか女性なのか本当によくわからん中性的な見た目をしていらっしゃる。それは別にいいんだけどさ。そういえば授業も受けてねえな。もう一個ジムバッジ獲得するぐらいの後、そうだね、物語の折り返しまで来たら授業受けたりしよっか。授業の続き受けられるようになりましたね。お菓子屋さんこっちだね。楓さんいる？いないな。豆バッタに話しかけてた。ごめん。でしかもここは買い物ができる場所じゃない。豆バッタかわいいな。おい、どれもおすすめ。お、上に行けんのこれ。上に行ける。何ここで。ここでお菓子食べれるの。あ、めっちゃ素敵な。あ、で、あ、ここがね。なるほどなるほど。お菓子屋さんの屋上がバトルコートになってんだ。あんま激しいことできないじゃん。穴を掘るとかやってたらダメだよ。まったく。こんなもんの今回じゃ。チーズ見て、多分次ここだよな。レジェンドルートだね。飛行ができるようになったら嬉しい気はするな。とりあえずポケモンセンター行ってお話聞いてみよっか。道に迷ったって言っておけば、はい、スターダンセギンのアジト。あー、そっちの方に行くんだ。え、そっち？こっち橋ないよね。だってこっからこう行ったらまず最初に来るのはここじゃねえの。待って待って、こっちもしかして難しい？そういうわけじゃない。セギンはここで。そうですか。いや、そうか。じゃあ言われた通りにしよっかな。ここの順番で行けばいいんだな。じゃあとりあえずここまで行っちゃおっかな。ね、セギンね、分かった。まあまずじゃあスターダスト大作戦ストーリーを優先した方がいいのか。今よく分からん動きしてた。ゴーマゾーおるんか。ゴマゾーやイワンコたちもいるな。イワンコいるね。電光石火で生き残ったら、おお、いいねいいねいいね。転がるはちょっとつらいな。あ、でも今一つか。あ、格闘タイプあるもんな。モサボールでちょっと様子見よっか。ていうか曲違うな。お、マジか。スーパーボールを使えってこと。まあモサボールで捕まらないんだったらスーパーボールでやるしかないよな。もうこれでいけるでしょ。嘘でしょ。さてどうしたのか。ふーむ、ポケモン入れ替えて36じゃなくて相手地面でしょ。ブロロン当たりにする。
ちょうどいい強さのやつがそんないねえんだよな。毒ガスでも使うか。鋼があるからね。命中90。はい、OK。オッケーオッケー。そこそこ食らうな。さあ状態異常にもなった HP も少し減った。これでモンスターボールで再チャレンジ。オッケー、ありがとうございます。ゴマゾは初ですね。見た目よりずっと力持ち。振り回す花にぶつかると腕の骨が持っていかれる。持っていかれるっていう表現、マジか。そんなに鼻長くないような気がするんだけど、遠心力かかってなくても腕の骨持っていかれるの、やば。ふう、ポケモンたちがいっぱいおる。今ポケモンバトルはいいかな。どうせ正直この辺で。なんだ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 、お前誰？ん？知らんポケモンだ。なになになに、ちょっと凶悪そうな名前、顔してんね。カプサイジ、え、カプサイシン、お前、え、あれ、なんか唐辛子とかにあるやつ。ちょっと電光石火で様子見よう。あー、よし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 。あー、まあクソタイプか。まあ見た目通りだね。色合いがね、緑色だからね、草タイプっていう想像はできるけれども、カプサイジ、あー、何、ダメなんだ。成長、はい、豆バッタが来てますよ。後ろから飛びつかれないように気をつけてくださいね。スーパーボール使うか。なかなか捕まえにくいな、ポケモン。モンスターボールでサラサラって捕まえられるような印象なんだけど。 OK、 そろそろモンスターボール買わないでもスーパーボールで全部統一してもいい気もするな。さあ新しいポケモンですね。カプサイジ、ああ、やっぱハバネロか。そっか、パルディアの郷土料理は抜け落ちたカプサイジの前歯が使われているので激辛なのだ。前歯を料理に使ってんの、怖いことするね。ロケット団とかがまだ生きているカプサイジの前歯引き抜いたりしないだろうな。歯は抜き替えるものなのか。ちょっと後ろびっくりした。こんなもんか。よし、じゃあこんなもんかな。あ、あー、地面タイプのやつもいるね。名前忘れたけど、泥なんたらだっけ。そんなやつもいたな。ここすげえ急カーブしてんな。ゴリザルもいるのか。他なんかないかな。こういう奥まったところにオードリドリだ。はい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 、踊り鳥か。技マシンがあったら嬉しいなと思ってちょっと入ったんだけどね。急カーブ、はい、こんなもんか。ふむ、じゃあまずっと登っていこっか。技マシンは見逃したくないんだよね。ホコリザルいるね。はいはいはい、あ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 、オッケー。日本晴れ。俺天気を操る技はそんなに使いこなせないんだよな。ホリザル結構いますね。ここにもなんかある。雨降ってるのに崖先に行くのちょっと怖えな。ミックスオレか。ミックスオレは人が飲んでも美味しいですからね、きっと。俺は飲んだことないから分かんないけど。いや、ポケモンの世界のミックスオレな。現実世界のミックスオレは飲んだことあるけど。天気良くなった。そしてテラスタルがいくつか。おっと、ここキャンプ場所ではピクニック。坂道が思っていたよりきつくてヘトヘト。こんな時は食事して心も体もリフレッシュ。食材分けてあげるからあなたもリフレッシュなさい。そういえばそんなんあったな。ありがとうございます。めっちゃいっぱいもらった。旅は道連れ、世は情け。流れでリフレッシュしていく。あ、じゃあリフレッシュさせてもらおうか。はい、
美味しい食事リーでインフレッシュ、困った時はお互い様、しんどくなったら声かけてね。待って待って待って、ヤバ茶じゃない、これヤバ茶じゃない、ポットレスだ、ポットレス採用されてるんか、採用されてるっていう表現するがあれだな、まあね、あの今作に出てくるっていうことで、いいですね。そうか、ゴーストタイプのポケモンがいっぱい出てくるのは嬉しいな。なんだっけ、忘れてた、オタマジャクシのポケモンね、結構いっぱいいるな。地図書くな。あとはここ一直線に行くだけか、了解。ポケモントレーナーも何人かいるけど、まあ今はいいかな。どうせここで戦ったところでそんなに経験値稼げないだろうし。おい、いけちゃうんだね。おい、素晴らしい。よし、今度もかな。オッケー。これ思ったけどさ、これ天井に登れたりすんのかな。おっ、ああああ、なになになに、これもしかしてあれ、アジトの近くに入ったから、よく、あ違う、この岩山のどっかに大対空の主がいるらしい。じっくり探そう、今山からでっけえ岩が転がってきて危ないちゃんなんだ。岩に当たると勢いで吹っ飛ばされちまうけど、怪しいライドすれば踏ん張れるぜ。あやっぱ一応レジェンドルート自体はここに来たら発生はするんだね。レベルがなんか差がありすぎて発生しないとか、そういうことは一応ないのかな、ね、よし、じゃあ今回こんなもんかな、ね、はい、OK、 じゃあ今回ここまでにしよう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。